はい、おはようございます。イサムちゃんです。はい、今日はね、朝3時頃から起きておりますよ。昨日ね、ちょっとね、早くちょっともう早くではないですけど、ちょっとね、体力的に限界ありまして、早めに寝ました。いつもやったら現場まで行くんですけど、昨日はもうちょっと途中で断念しました。ご飯食べたら、まあ、そんな感じで静岡あたりで寝ておりまして、今日は神奈川向けですね。はい、ちょっとグレーがね、見えますか。こんな感じ見えます。富士山です。やばくないこれ。やばいでしょこれ。富士山です。はい、そんな感じで、今走っておりますけど、ちょっとね、ちょっと早めには出てきてるんで、時間的にまだね、1時間以上はあります。で、現場もね、なんか早く入れないみたいなんで、とりあえずちょっと足からこの先足柄あるので、まあ、そこで朝ごはんしながらちょっと時間潰して現場に入りたいなと思っております。ということで、もうちょうど久しぶりの富士山、僕も全然綺麗に見えんかったから、富士山大好きなのに、そうで、まあ、そこでね、ちょっと行きながらお話ししながらのんびりと現場まで向かいたいと思います。今週ラストランで、頑張っていきたいと思います。ではちょっと足柄寄ってみましょう。はい、ということで足柄着きました。で、今足柄のね、一番ええとこにとりあえずトラック止めております。で、上り線なんで、ここどうなんかな、天文台とかなんかなさそうなんで、とりあえずちょっと見えるとこで、動画ちょっと撮りたいと思います。はい、綺麗な感じでちょっとね、行ってください。ご来光見えるんじゃないかな。下向いたんで、あんまりですけど、よし、とりあえず朝ごはん買ってのんびりと行きたいと思います。帰ろ、持ってきたよ。さあ、最初に帰りましょう。はい、帰ってきました。富士山綺麗に見えました。久しぶりの富士山ですね。で、朝はもう、朝マック買ってきております。朝マック、今日は朝からマックです。映していいんかどうか今思ったけど、ストローがねえや。ストローがねえ、ストローがない。あれ、あったあった、ストローあった。あ、危ない、ないかと、まだ出発してないからよかったけど。はい、ということで、今からおコーヒー、朝の目覚ましの目覚まし、コーヒーいただきます。久しぶりの朝マックですね。ここで朝から一杯目のコーヒーいただきます。いただきます言うてもだってね、朝マックいただきます。これがいい、うまい、うまい。今日朝からね、新しく出た月見マヒを食べたいと思います。こんなくだりもいらないですよ。こんなくだり、食べるくだりは一切しませんけど、まあ、これ食べて、この後現場向かいたいと思います。今日はナイスな晴れ具合でした。はい、ちなみに言うとこんな感じで、結局食べるんかあえて、結局食べるんかこんな感じで注文するじゃね、うん、
うまっ。うんうん、おいしい。ゆっくり行きたいと思います。それではゲームこれ調校します。では後ほど。はい、お疲れ様です。イサムちゃんです。今日はちょっとねトラック乗り込んでからちょっとこの別で動画撮っております。はい、前回の動画週末にね仕事して帰ってきて、ね、家帰ったらねあるいうものがいただきました。ちょっとねあの封筒はまた別で、ちょっとお見せできない、住所のかな載ってるんで、お見せできないんですけど、ステッカーをねいただきました。まあまあバンって出したらいいんですけど、ちょっとね紹介しようか。なんて言ってもあのもう言うても僕よりもう手が届かない素晴らしい、YouTuber さん、もう皆さんは絶対知ってはります。はい、ということであの有名な YouTuber の方、はい、これです。おじとらさんです。おじとらさんね、おじとらさん、これってね、世界今こうやって、ね、向けたら逆になるでしょう。だからこのちょっと別の角度で、ちょっと撮ります。今多分逆向くんで、ということでちょっとね、カメラの位置を変えてちょっと撮りたいと思います。ってことでお見せいたします。これがそう、ちょっとねトラックだからなんであれ、ね、家でねどうも子供の声とかが入るんでちょっとね聞き取りにくいとかもあるんでと思って今一応こういう感じで撮っております。よいしょうか。はい、ということで、ね、順番いきましょう。これがおじろさんのステッカーいただきました。ありがとうございます。ほんとすげえ、見てもう YouTube ちゃんと入ってて、でほらもうこれ見たらご安全に言うて、こうたね、もうこんな素晴らしい、もうなんかおじとらさんっていう感じのもうステッカーです。もうなんかもう似合う、うん、おじろさんですね。いいですね、ほんとこういうの、こうなんかもう分かる感じが分かるステッカーがやっぱいいですね。でこのちっちゃいね、ちっちゃいバージョン、このちっちゃいやつもあります。でそれの大きいバージョン、長尾さんのかっこいいなマジで。そう、これ10周年記念のやつです。10周年記念でいただきました。あとねちょっとこっちにしようか。はい、名刺、うん、めっちゃかっこよくないですかこれ。多分ねお嬢さん多分このステッカーもなんか作ってはったかな。うん、やっぱそういうのもいいっすね。でこれ裏もね、ちょっとあの上の方にはあれがあるんでまだ別にあれしますけどね、ね、すごいでしょ。で上の方はリンクがあるんでちょっと映すとまたあれなんで、個人情報もあるんでちょっと映しませんけども、やばくないですかこれ。ちょっと、ね、振動がすごい滑ってくる、うん、こんな感じでもう素晴らしいっすよ。こんなもう持ってええんやろかっていうぐらいすごくないですかこれ。やばいでしょ、もうこれだけで尺取りたい、これだけで尺取りたいって、もう僕の動画もこれだけでいいわ。もうあったもうこれだけ、ほんと。はい、ってことでこんな感じです。はい、ということでいただきましたありがとうございます。ほんともうたくさんのステッカー、あと名刺、もう一応ね僕別で額を持ってまして、もうその YouTuber だけを貼るみたいな、額ちゃんと入れとくから、もうお嬢さんもこれ全部これごと、これ一式で額一ついこうかなって、ね、うん、そこでまたね、で、とりあえずちょっとままトラックに、飾ろうかなと思います。ああいうこれ貼ってますけど、この上とかにねちょっと飾れるんであればちょっと飾っていこうかなと思っております。本当にありがとうございます。本当もう感謝しかない、本当感謝しかない。はい、ということでこれまたちょっと大事に飾らせてもらって、でまあ今後ね、有名な YouTuber さんとか、世界いただいたところはもうそういうチップタップに入れて、大事に保管させていただこうと。もう僕はもうそれが宝です。もう、うん、だって自分のいいとしょぼいステッカーもうこういうねちゃんと綺麗なステッカーとかで、ね、今後ちょっと作れるように、ちょっとまだそこのレベルにも達してないっていうのと、そうやっぱこういうのってお金がねかかるんで、今後はちょっとできるように、まだ駆け出しなんで、やっぱそこを目指しながら、でそれをね、こうやって恥ずかしくないようにちょっと僕も今後ですね思います。はい、もうこうやって恥じないように、もうすごい緊張してるすごい緊張してるけど、これはね大事にできるように今後でも頑張っていきたいと思います。これをまた、この木を着
点にね、ちょっと僕もバーンって、いい動画を作れるバーンって、ちょっと頑張っていきたいと思います。本当におじとらさん、ありがとうございました。もう一緒の宝です。ありがとうございました。はい、ということで、これちょっとね、今日週始めなんで、この後、週末か、もしくは道中ねとか、その寄れるとこがあれば、ちょっと学校買って、はい、入れていきたいと思います。まだどっかもしかしたらこう動画の時にこう映ってるかもしれませんけど、またその時は、あれはお地蔵さんからいただいたやつやということで、皆さんまだコメントでもいただいたらと思います。本当にお地蔵さんありがとうございました。はい、ということでこれももう大事に、はい、大事に大事に保管させていただきます。ありがとうございました。頑張っていきたいと思います。また今後とも皆さんよろしくお願いいたしますということで、この後頑張って仕事してまいります。またいい動画を作ってまいりますので、また皆さんどうか見てください。またよかったらいいねよろしくお願いします。はい、ということで今日もこの辺でおしまいにしたいと思います。またコメントもよろしくね。では今週末頑張っていきます。またね。